まともなデータ議論もできず、ただただ議員のバットの上に悪名を書いていることに、常識ある国民の皆様は疑問や怒りを持たなければなりません。日本の周りには嘘、でたらめ、泥棒も、とても国家とは思えないやり方です。外交交渉を行い、その外交が正しいと勘違いし、納得している議員が日本の国会議員であり、交渉のたびに日本の尊厳は傷つき、国益は損なわれ、そのマイナス分は全て国民の負担になるのです。ロシアのウクライナ侵略は終わりが見えず、中国は覇権主義の考え